はい、皆さん、こんにちは、のたいとばです。ということで、今日またこの絵面ですよ。ドライブトークね。はい。まあ、昨日の今日ですから、プロジェクトが、はい、サウンドプロジェクトがちょっと、着々と今始まってきてる段階で、はい、ちょっとね、まあ、僕、神頼みはしないタイプなんですよ。はい、基本ね、しないタイプなんですが、昔からね、参拝に行く、神社とかにね、参拝に行くっていう文化結構僕の中である人間、タイプの人間なんで、はい、ちょっとここでね、僕は昔からよく、もうここ4、5年ぐらいですか、通い続けてる神社にちょっと行ってですね、はい、その良さを、はい、皆さんと、この皆さんにシェアしようかなと。東京にある田無神社っていうね、はい、とこなんですけど、まあこれ結構ね、5年前ぐらいに、一回テレビの、なんかテレビでニュースで取り上げられたんですよ。はい、今年一番暑い神社みたいな、はい、特集で取り上げられて、それでね、すごいもうみんな行った人がすごいすごいみたいな感じの口コミが殺到してですね、はい、それで今日ここ、まあ、そこに行き始めて、そこから早もう5年ぐらい通い続けてるんで、で僕らはまあ起業もし始めましたしっていうことで、はい、もうここでちょっと成功祈願的なものをねしていこうかなっていうふうに感じています。ですね、あとプラスアルファちょっと向こう行くとちゃんと参拝してお疲れ様でしたってなって終わっちゃうんで、はい、先にちょっと面白い説明をしていこうかなと思うんですけど、はい、先ほどちょっとねエコランさんにも少しお話ししたんですが、この参拝をするときにお願いしちゃう人っているじゃないですか、結構、はい、これ結構豆知識なんですけど、まあ、受験祈願とか、まあ、受かりますようにとか、仕事がうまくいきますようにとか、あの子と付き合いますようにとかっていう、はい、お願いするイメージを持ってると思うんですよ、はい、やっぱ神様がいますからね、それはそう思うのは仕方ないと思うんですけど、本質的に言うとそれは違うみたいなんですよ。おい、そう、神様にお願いをする場所じゃないっていう、まずこれが衝撃の事実で、じゃあ神社とか、まあ、お寺とかに参拝をしに行くのは何をしに行くべきとかなんですかっていうと、はい、自分の現状報告と今後の展望を告げる場所っていう、はい、そういうような印象ですね。言ったら僕は今こういうことをしてきて、今こういうことを考えていますと、例えば企業だったり今会社を経営し始めて、はい、今こういう従業員が何人ぐらいいて、こういう規模で、お仕事をさせていただいておりますと、でそれプラスアルファ、今後こういうふうに事業を拡大していきたいと思いますので、まあ、これからこういうふうにな部分に力を入れて努力をしていきたいと思いますっていう、日々精進していきますのでよろしくお願いいたしますっていうような感じで参拝終わるのが正解と、はい、そこに絶対この後事業成功し頑張りますんで僕のこと力貸してくださいお願いしますっていうのは違うらしいんですよ。あ、お願いしちゃいけないと、ね、そうそこでお願いしてはいけないよっていうのが、はい、言ったらそれはもう神様っていう、まあ、昔から日本の文化でブッダとかありますけど、はい、そこに対して、まあ、人間と神様ってポジションなので、はい、言ったらその超目上の方に対して お願いをしてるっていうような感じになってしまうので、なるほどね、そう言ったら、あ、まあ何でですか、まあ、ビジネスっぽいことを言うと、まあ、ギブの心が足りないよねっていう、うん、何もこちらが与えられてないのになるほどこちらばかり求めてるっていうような構図になってしまうので、はい、そんな美味しい話じゃないよっていう、そういう人間に神様は手を貸してくれませんよっていう、ただ努力をしていて今こういう風にやってるこういう風にやってるっていうのは、口だけで言ってるのかどうし、その実際にちゃんとね頑張ってるのかっていうのは神様は見えてますから、はい、そこをちゃんと見てね、あ、こいつ本当に言った通り頑張ってるな、嘘じゃないな、頑張ってるなって見た上で、あ、じゃあちょっと手を貸してあげるかっていうようなのがこの仏教とかこういうのの本当のあれらしいんです。一個思ったのが、はい、エマはどうなんですか。エマね、エマはお願いするじゃないですか。ああ、お願いしますね、こういうね、はい、このあれね、はい、エマね、いや、あれに関してはどうなんですかね、まあ、けどどこの神社もありますもんね。あれなんか七夕のお願い書くみたいな、そんなイメージでいいんですか。ああ、まあそういう感じのイメージでいいんじゃないですか、はい、基本的にはまあ、まあ、お金払ってますしね、あれリアルな話をするとね、あれに関してはあれに関してはちゃんとギブしてるんで、ということで、じゃあとりあえず今ねこれから多分人結構多いんですけど参拝の方していきたいと思いますんで、皆さんぜひサロンメンバーの方もね画面越しにこうやって手を合わせていただいて、ちょっと参拝していただくようにしていただければなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。それではいざ参拝へレッツゴー。あ、すごい、これ実際にあれなんですけど、ほら見て、なんと出店系やってるね普通に。人多いね。わけ大丈夫ですね。これすごいんですよ、俺もう何回も来てるか知ってるんですけど、うん、ほら、これ見ててください、田無神社、境内案内、境内って言うんだっけ、これ境内案内、これ、5つの流があるんですよ、これ、ほら、うん、黒流、清流、
あとここ白龍、あここに石龍、とあと本殿に金龍ってのがあるんですよね。これちょっと名前違、読み方違ったら悪いんですけど、これ5つの龍があって、これ全てそれぞれ違うんですよ、そのあれが。そこに対して全部今日参拝していきますから、まあ、最初向こうあの赤い龍いきますか。岡野さんこちらです。これがそう、これが今の石龍ってやつで、これ第1次。これすごいんですよ、ちょっと覗いてみてください。これ下から覗き込む感じになってるんですよ。ああ本当だ、見えます。うん、すごくないですか。すごい。でこの中見てみて、この向こうにいるから、向こうにいるんですよ、向こうに。すごくない。本当だ。そうでここにお願いをする。上からで、上からもあれなんだけど、ただ上から挨拶するのはちょっとあ、そういうこと。失礼。そう下線失礼なので、僕もちょっとお再生させていただいてね、あれしたいと思います。エコナン対戦してみた第2弾、エコナンさんが配信じゃねえ、参拝しております。これ白龍さん、これ2つ目のやつですからね。こちらも普通にやっぱ下から覗き込む感じで見えるようになっていて、ここに神様がいるという感じになっておりますから、こちらね、かっこいいよね。そうなんですよ、ここさっきも書いてあります、ここ金融工場とかね、円に強いとか、そういう風な感じで、それぞれにそれぞれのあれがありますから。金運向上、これはみんなぜひやりたい、ね、ぜひやりたいということで、金運更新で5円を入れていきたいと思いますね、はい、白龍さんに。浅はかですね。おい、こいつこんなやつに力を貸さねえって言われそうだな。こちらちょっと見てみますか。こちらもいろいろ書いてるんですよ、そうちゃんと面白いですよ、いろいろありますから。お焚き上げとかもあったりとかね、ちゃんと。こちら、ほら神神、神神って読むの、これ。どうなの、あ、書いてあります、ほら、また説明のやつかっこいいっす、こちら、ほら中央にお立ちになり、ご自身を映し出してお清めです。あ、なるほど、そういうことです。ここで、お、すごい自分が見えるよ、ちょっと横田さん、これ撮ってみる、自分が見えるんですよ、二人も。おう、嘘偽りないですか、今の自分に。ないね。ないです。嘘の自分いないですか。ないです。本当ですか。こちらもね、ほらこちらも龍のあれなんですけど、はい、龍と玉を撫でて上り運をお授かりください。あ、これいいですね、上に上がっていくってことじゃないですか。ほら、こうやって、おい、ここにゴミ捨てたやつ、違うか、ゴミじゃねえか、お賽銭か。ゴミ捨てたやつ、続いてさすがにそんなことする人いないよね。いや、来ましたよ、挨拶に。お父さん、これからもお願いします。父さん、ちょっとふざけてるね。いやいや、ふざけてないですよ。お父さん、ふざけてないですよ、はい、お父さんだと思ってますから、僕は。はい、待てます。財産運とかね、なんかそういう感じです、はい。最後に行くとこはね、あれなんで、ちょっとあちら残しておきましょう。僕が一番残しておきたいとこなんで、先にあっちの方行きますね。黒い、一番かっこいいやつを見に行きます。黒龍です。ご神木ってやつですか、要するに。これですね。これすごいですよね。銀なんです。西東京市の天然記念物ですからね。これすごいですよ。しっかり触って、俺ちょっと触っていきますわ。はい、ちょっと見ててください。エネルギーいただきました。全体ちょっとすごいですよね、相当ビッグ。はい、来ました、一番見やすいです、この人が。この方が、この方が一番見やすいです。見てください、しっかりと黒龍なんて書いてある、健康祈願ですね、はい、家内安全。そうですね、じゃあ、まあ、これは、まあ、健康だったり、まあ、家族のためだったりとか、まあ、そういうような感じですか。まあ、僕ね、サロンメンバーもいますから、これ身内の安全、もうこれ一番力入れたい、みんなのために。愛してる。OK。行かせていただきたいと思います。はい。ちょっとふざけてる。よし。
いいですね。エコランさん、第3のお願いです。あ、お願いじゃねえ、間違えた。お願いダメなんだ。お願いダメなんだよ。覚悟ですね。覚悟今言ってます、神様にね。おそらく、あ、言ってますね。おお、主の気持ちは分かったぞ、頑張れって言ってますね。これ弁天様ですよ、弁天様。ほら、まあ、よくありますね、弁天様ね、うん、弁天様ちょっとお願いしておきますよ。弁天様もお願いさせていただきます。弁天池なんて言いますけど、はい、まあ、そこは同じ神様。一番でかいとこです、はい、最後はですね、あえてこれは僕のこだわりでですね、はい、参拝のルートは決まってるんですけど、はい、もう次一番メインターゲット行かせていただきたいので、はい、先ほどからちょっとチラチラと映っていて皆さん気になってるかなと思いますけど、こちら行きましょう。ほら、あれ今 4つ目ですね。4つ目、あ、4つ目で一番でかいとこです。そうです、この順番が合ってるかどうかは分かりません。ただ僕なりのプライドがあります。それは最後の一つを楽しみにしてください。最後の一つ一番意味があるんですよ。多分エコランさんも痺れると思います。あ、なるほど、だからこいつはここを最後にしたんだなっていうのが、さっきの説明文を見れば、ああ、なるほどねっていうふうになると思いますので、ちょっと楽しみにしておいてください。こちらですね、まさに言った金龍ですよ、はい、さあ来ました、この動画最後の整理。そうです、これが最後ですから、皆さん目に焼き付けてください。どうぞ。来ました、これがですね、義芸工場就業聖樹ということで、仕事に関してと、あと技術向上っていうね、まさにクリエイター集団、オンラインサロンメンバー、そして僕にはもうこれ以上はないんではないかというものになっております。めちゃくちゃかっこいいです。これ最後僕気合い入れて参拝しますから、なんか心なしでかい気がしますね。はい、まあでかく見えるんでしょう、うん、行きます。ちょっとだけ遊び心出しました。何ですか、うん、あ、まあそれは僕ちょっと使われるかどうか。どういうこと、編集で使われるかどうか。ああ、じゃあちょっと楽しみにしておりますよ。ということでこちらね、まあいろいろありますよ。他にもちょっと今回動画の尺的に紹介しきれなかったものもありますけども、まあいろいろたくさんありますんで、皆さんぜひ楽しみにしておいていただきたいなというのと、まあこの後ね、またドライブトーク帰り道に撮ったりするんで、まあそこでこのことも振り返りつつ、サロンのことも話しつつという感じで、いろいろアナウンス日々これからもかけていきたいと思いますので、まあ神頼みをするっていうのはあまり僕は好きではないんですが、こういうことをねしっかりやることによってですね、日々のまあお仕事だったり、まあ学校だったりモチベーションアップみたいなところに自分を戒めるためにも、来るのはいいと思いますので、皆さんおすすめということで、僕も大体1年に4回ぐらい来てますから、皆さんもそういう習慣をつけてみてはいかがでしょうかということで、こちらね概要欄の方にリンクも貼っておきますので、オンラインサロンの、ね、リンクとかも貼っておきますので、皆さん興味がある方は、ぜひサロンの方に入ってみてくださいという感じです。あと高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたしますという感じで、今回は動画を終わらせていただきたいと思います。ご覧さん、今日は撮影ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。